番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。パラパワーリフティング真島誠です。真島誠、1971年長野県生まれの46歳。駒沢大学在学中、アルバイトの際に感電事故に遭い、両足に障害を負う。卒業後アイススレッジホッケーに出会い、日本代表に選出。2006年トリノ大会でパラリンピックに初出場。2010年バンクーバー大会では強豪カナダを倒し銀メダルに輝いた。現在は後進の指導を行う傍ら、新たにパラパワーリフティングに挑戦。2年後の東京パラリンピックを目指している。幼い頃から体を動かすことが好きだった真島、特に武道に熱中した。幼稚園の時代からずっと剣道をやってました。で、東京の大学に進学したんですが、剣道をやりながら杖を使った武道が、小武道があるんですけども、そういった武道をやって、将来は地元に帰って長野県に戻って、まあ、そういうことを教えられる先生になりたいなっていうのは、そういうことは思ってました。真島は駒沢大学に進学。アルバイトの最中、人生を大きく変えるアクシデントが起こった。その時は土地の高さを測る測量をやってまして、山の高さといえばですね、測ることをやってました。メモリが書いてあるアルミの棒があるんですけども、その棒がですね、どうしようね、6メーターぐらいあると思うんですが、その棒を持って、手を伸ばしたらですね、上に特別高圧の送電線が通っていて、それが6万6000ボルトあった線なんですけれども、おそらく近くまで寄ってた時に、放電もしてるところは多分あると思うので、ドカーンと雷が落ちたような形で、本当にお医者さんがですね、通常はすぐそこで亡くなってしまうので、さすがに6万6千ボルトの電圧の電気を浴びて生きてたっていう、その文献がほとんど残ってないと。なので、どこまで良くなるかわからないってことはその時言われました。1週間生死の境をさまよった真島、一命は取り留めたが、ありえないほどの高圧電流を浴びた影響で両足に機能障害が残り、車椅子生活となった。そんな中、再びスポーツをやろうと思ったきっかけは、退院をした後に、大学にもう一回復学をして、でその後地元の長野県に戻って、長野県の企業に就職をしたんですけれども、体がですね、今も大きいんですけども、ブクブクに太りまして、当時も100キロぐらいあったんですけども、そこの会社のですね、健康管理室の方がですね、太りすぎだと、で運動しなさい、痩せろ痩せろとうるさいので、一回その同じ会社の中でバスケットボールをやっている選手に話をしていった中で、自分の体の大きさを見た時に、バスケットよりもホッケーの方がいいんじゃないかってことを彼が言ってくれて、翌週かな、長野県の岡谷市っていうところにある山彦スケートの森というリンクに行ってですね、見学した時に初めてそこで見て衝撃を受けたっていう、そういうことですね。実際にパラアイスホッケーを体験して真島が最初に思ったことは、すごく激しくて、ぶつかっているところを見た時にすごく衝撃を受けて、リハビリのためとか体をいたわろうなんて意識が全くなくて、もう一瞬にしてこれやりたいなと思って、腕っぷしにはある程度自信があったので、こんなもんすぐ乗れるだろうと思ったんですが、本当に乗るまでが大変、一回転んだら起き上がるのも大変、もう移動すらできないので、人に当たる当たらないっていうレベルじゃなかったですね。真島は見学に行った長野サンダーバーズというチームに入った。武道で鍛えた経験からぶつかり合いには自信があったが、二人は大丈夫だったんですけども怪我をしました。左肩がもともちょっと弱かったんですけども、脱臼をして、それをごまかしながらトレーニングしてたので、亜脱臼の形で癖になって、その時は長野が終わってソルトレークを目指して自分も頑張りたいなって思いで知り合ってたんですが、そういった怪我で手術をしなくちゃいけない、もうここだと思ったのが2002年ソルトレークに行くちょっと前かな、そこで手術をしました。
挫折も経験し、2006年のトリノパラリンピック直前、真島はついに念願の代表に選ばれた。ある人からの言葉が大きな力となった。地元のですね、小学校の時の同級生から連絡が来て、ちょっと真島に会わせたい人がいると、まあ、その方にちょっとこう会ってですね、話をしていく中で、こんなに頑張ってるのに全く選ばれないし、もうやめようかなぐらいな感じでいるんですよねみたいな感じの話をその人にしたら、その方がですね、真島さんさっきから頑張ってる頑張ってるって言ってるんだけど、真島さんが言ってる頑張ってるっていうのは、まあ、頑固に意地を張るっていう書き方の頑張るですよね。だけどその人を頑張るっていうのは、顔が腫れるって書いて頑張るって言うんだよと。やっぱり周りの人、友達とか仲間とか、そういうことをちゃんと意識して、その人たちを喜ばせるっていうことで、みんなが笑顔になるっていう頑張り方をあなたしてるんですかってことをはっきり言われたんですね。で、ハッと思って、この言葉をきっかけに意識が変わり、チームのまとめ役として評価され、2006年念願のトリノパラリンピックに出場。結果は5位だったが、この時のチームスローガンを真島は今も胸に刻んでいる。やっぱカナダは強いし、アメリカも強いと。で、そういう国をきちっとリスペクトして、でかつ支援してくれる、応援してくれる人たち全員、このパラアイスホッケーに関わる人たちをリスペクトして、そこで初めて相手の弱点も見えるだろうし、やるべきことというのは見えていくと。だからそういう気持ちで、バンクーバーまで4年間やりたいっていう監督がおっしゃってくれて、でチームスローガンがそこで決まったんですね。リスペクト&コネクトっていうことで、今でもそのスローガンになってますけども、トリノ終わった後に、年齢的にも36だったかな、これで一旦夢が一つね叶ったので、やめようかなと思ったんですが、もう4年間このチームでしっかりやってつなげていければいいかなっていうような思いで。4年後のバンクーバーパラリンピックで大きな実を結んだ。準決勝に進んだ日本は、強豪カナダ代表を破る大金星を挙げ、銀メダルを獲得したのである。まあ、奇跡と言われはそうなのかもしれませんけども、味方が喜ぶパス、味方が笑顔になってくれるパスをそれぞれがちゃんと出していて、シュートが決めている。やっぱり普段からチームメイトがどういうパスが一番嬉しいのか、苦手なのか、もしくは好きなのかっていうこともきちっと把握しながら、練習をしたりプレーをしていくっていうところが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。バンクーバーでの銀メダルを獲得し、次のソチでは金を目指した日本代表だったが、最終予選で敗れ、ソチにすら行けないという屈辱を味わった。最終予選に行く時も、日本代表に選ばれたり選ばれなかったりっていうことが多くなってきたので、もうそろそろホッケーっていうものは潮時なのかなっていうのは何となく思ってました。で、そういう中で、2022東京でオリンピックパラリンピック開催しますよっていうのが、その頃決まったんですよね。そこに出たいなっていう純粋な気持ちがちょっと芽生えて、ただ冬のスポーツなのでホッケーは、これやっていても東京に出れないと。新たに挑戦できる競技を探していた真島、そんな時に出会ったのがパラパワーリフティングだった。私の知り合いで健常者のパワーリフティングやってる方がいて、まあ、その人も本当に恩人なんですけども、その方がですね、障害者のパワーリフティングっていうのがあるよと。ちょっと真島君、この東京で大会あるから見に行かないなんてことを誘われて、ちょっと興味本位で行ったんですね。で、行ったらですね、まあ、なんとなくそのベンチプレスっていうものをやるんだなっていうのことは理解して行ったんですけども、その時に感じたのは、美しいと思っちゃったんですよ。確かに重い重量を上げている選手を見た時にはすごくすごいなと思ったんですけども、それよりもその今できる限界をこう超えようとしている人たちの姿を見て、ちょっとこれは俺やんなくちゃいけないなっていう、なんかよくわかんないですけど使命感みたいなのが出てきて、そこからこっちの競技にこう少しずつのめり込んでいくっていう感じになりますね。早速松本市のジムに通い、最初は80キロからバーベルを上げ始めた真島。100、120、140とだんだん記録を伸ばし、現在は97キロ級の日本記録155キロをマークした。2年後、東京パラリンピックに出るためには、今決まってる段階では、各階級ですね、私は97キロ級なんですけども、この階級で世界で、8番目
の以内でないとパラリンピック出れません。でそのランキングっていうものをですね、世界大会国際大会とかに出てですね、ランキングを上げていくっていうことになります。で今の感じからすると、おそらく世界で8番目に入るためには200キロ以上上げないと、入らないと思ってますので、今私155キロですので、あとまあ50キロぐらいはあと2年間のうちに必ず成功させていかないとダメっていうことになります。本当に重いものを上げるっていう単純なあのスポーツなので、まずは筋力、あとは今私が行っている松本市のですね、ジムがボディーアートデザインっていうのを略して BAD って書いてあるジムなんですが、そこのオーナーがですね、健常者のベンチプレスの大会で、先日世界一になりました。そのオーナーとですね、ほぼ毎日練習を一緒にしていく中で、毎日200キロぐらい上げてるんですよね。で見ると、人って上がるなっていうのは毎日のように感じてるので、多分そういうその上げてる人を目の当たりにしながら、日々見て、あ、自分もこういうことやってれば必ずこうなるなっていうことを無意識の中にこう刷り込んでいくっていうところが必要なのかなというふうに思っています。現在真島は競技生活と並行して全国の子どもたちのために行われているスポーツ体験教室の講師を務めている。個別にですね、講演活動ということで講演に呼んでいただける、小中中心にですね呼んでいただけるところには当然行きますが、あとはあの日本サッカー協会さんのところでやっている JFA 心のプロジェクトというですね、まあ、夢先生、夢線と言われているそういう活動があります。夢先生として登録もさせていただいてますので、チームスポーツということもこう教えたり、あとは自分が感じてきた頑張るって言葉とか、あとはあの周りの人たちをまず喜ばせる、そういう力が実はスポーツをする上でも生きていく上でもすごく大切なことなんだよっていうようなことをあの子どもたちに教えながら、そういったような活動もしています。子どもたちの反応は、まあ、まず夢先生として来る先生っていうのは大抵健常者のアスリートが多いので、車椅子でもこういうことができるよっていうようなことも初めてこう感じてもらえるでしょうし、体を使って我々もこういうこともできるよ、ああいうこともできるよってことがまずみんなの意識の中に刷り込まれていくかなっていうのは感じています。パラスポーツを普及させるために大事なことは何か。答えがあったら本当に私も聞きたいぐらいなんですけども、あのちょっと質問と違うのかもしれませんが、よくあのアスリートファーストっていう言葉を最近こうよく耳にするんですけども、選手がこうスポーツにねこう集中できるように、どこの会場がいいかとか、どういう施設を作ったらいいかとか、どんな食べ物が入れたらいいかとか、多分そういうようなことを皆さん考えると思うんですけども、私の経験からするとそれよりも、私パラアイスホッケー大好きなんですとか、このパラパワーリフティングってこういうとこ難しいですよねとかっていうことを聞かれた時にすごく嬉しいんですよね。あ、このスポーツのことちゃんと分かってくれてるんだと。なので東京っていうところが一つの契機にはなるんですけども、今の段階からどんな競技があるのかなっていうのを調べるだけじゃなくて、せっかくなので足を運んでいろんな大会に行って、あの本当に肌で感じてもらって、そうするとこういうスポーツもあるね、障害者ってこういうところもできるね、あ、こういうことが逆にすごいねとか、障害者のスポーツとかパラスポーツだからってことじゃなくて、もうこれは本当に一つのスポーツとして捉えていくっていうところで、そういうことが通じてくると、本当の意味でのアスリートファーストってことになってくるんじゃないかなっていうふうに私は感じています。真島は地元長野でパラアイスホッケーチームの代表も務めている。地元長野から代表選手を送り出すのが真島の夢。割と若手が今行ってですね、中学生とかそういうですね、若手が本当に地道にこう活動できる環境っていうものは、我々が辞めてしまうともう途端に多分火が消えるかなっていう気もしていますので、パワーリフトをやりながらになりますけれども、長野チームの代表としてはですね、その環境っていうものを潰さない、そういうような彼らが成長できるように場所を提供していければいいかなというふうに思っています。真島には競技人生の中で忘れられない一曲がある。チャンババンバのですね、タブサンピングアイゲットノックトダウンというですね曲なんですけれども、あのよくホッケーのですね、国際大会に行くと
最初の15分ウォーミングアップする氷の上でですね、そういう時間があるんですが、そういう中でですね、いろんな曲がこう流れています。そうするとこの曲も中には流れてきてですね、やっぱりここから試合をするっていうですね、高揚感というか出てくるっていうことと、あとはやっぱり自分のこう人生を変えてくれたパラアイスホッケーというスポーツの、この氷の上の匂いというか、こうキーンとこう張り詰めた、あの寒い中でのこうなんていうんですかね、すがすがしい感じのこうものがですね、蘇ってくるので、まあ、パラパラリフティングもやる前にですね、あのたまにこういった曲を聴いて自分の原点に戻って、あのその時の高揚感を思い出して、あのトレーニングにこう結びつけていけるといいかななんてことを思って聴いています。輪島には競技生活を支えてくれる家族がいる。事故の後結婚した夫人と娘が2人。大学生の時から付き合っていた彼女がいて、それは今のかみさんなんですけれども、それは健常者の時から付き合ってました。で、確か付き合って1年半ぐらいですかね、経ってから私がこう大怪我をして、まあ生死をさまようというぐらいになったんですが、私東京に身寄りがなかったので、まあ、大学残り2年間行く時も彼女がまあそばになるべくいてくれて、世話をしてくれたっていうのがありましたので、まあ、それであの長野に就職が決まって、戻って結婚したって、そういうことになりますね。本当にありがたいのは、あの私に対して期待をしてくれてないんですよね。もう好きなことを納得するまでどうぞっていう、そういう感じなので、実はあのホッケーもパラリンピックは来ましたけど、それ以外応援来たことないですし、今パワーリフティングやってるってことは知ってますけども、どんなことをどんな風にやってるのかってこと多分知らないと思います。指導者として、アスリートとして、これからの夢目標は、今とりあえずパワーリフティングをもう極めていくっていうことが今の一番の夢になっているので、逆に言うと本当にヘトヘトになるまでこの競技やるような気がします。っていうのは、なかなか他のスポーツって年齢的なものって難しいんですけども、健常者でもパワーリフターって結構年をあのお召しになった方もやってるんですよね。なので怪我さえしなければ多分生涯できる競技だと思います。そういう中で東京も含め次のパラリンピックも出たいなって気持ちも今ありますし、まあ、どこまでできるか分かりませんけども、今やることってのはそこしか考えてないので、そういうことをやりながら、そういう中で その気持ちの持ってき方、私あのメンタル強くするっていうことは多分できないと思っていて、メンタルが弱いなら弱いなりにどういう対策をすればそこを打開できるかっていうことを考えた方がいいのかなっていうのを思っているものですから、そういうことをですね、自分なりに今実験もしながらですね、次の世代に何か伝えられるような活動ができればいいかなっていう、そんなことは多少思っています。